こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、自分はね、結構ね、今ね、いろいろやる気を出していろいろやってると思うんですがね、まあ以前の自分はね、もう全くやる気がなくて、何をするにもめんどくさいというか嫌だななんて思いながらやってて、それでね、休みの日はね、もう常にね、ずっと家にいて、夕方ちょこっと買い物に行ってなんていう、そんなね、もう全くやる気のない生活をしてたんですがね、今こうやって毎日ね、動画撮ったり、まあいろいろね、ビジネスの方、ネットビジネスの方、副業の方もね、まあ順調に取り組むことができてるっていう、そんなね感じでね、なぜねこんなねやる気になったのかななんて思ったんですけどね、実際のところね、まあ動画を毎日撮るようになっただけっていうことだったんですがね、ちょっとねある方の動画を見たらね、あ、こういうことなんだっていうのがね分かったんでね、それをシェアしようと思います。まあね、こう行動できてる人って、成功してる人っていうのはね、本当にね、まあ端からこう見るとすごいやる気があって、バリバリやってるななんていう風にね思うんですけどね、実際そういう人っていうのはね、別にねやる気を出してるわけじゃなくてね、もう自然とね、もうそういうね行動ができるっていうね、そういうねこうものをね身につけてるんですがね、まあそのやる気っていうのはね、どっから来るかっていうとね、やっぱ脳から来てるそうで、まあ脳のね側坐核っていうところと単層球っていう、そんなところがね、まあやる気を、まあ、作ってくれるっていうことらしいんですがね、そこっていうのはね、別にねこう待っててもね、勝手にねこうやる気を出させるっていう、出してくれるっていう、そんなところじゃないんでね、まあ、やる気になんないけど、やる気になんないかな、やる気出ないかなとかってね、そういうふうにね待っててもね、一向にねそこはね動いてくれないっていう、まあことだそうです。それでね、何をすると、そこがね、まあ、やる気を出してくれるかっていうのが、まあ、よくね皆さんも経験あると思うんですけど、まあね、掃除しなきゃななんて思って、まあ、ずっとね見て見ぬふりしてたけど、ちょっとねこう、まあ、やりだしてみたら、まあ今度はここ、今度はここって、どん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 ねやる気になって、結局最終的にはすごい大掛かりな掃除になってしまったなんて、自分はねよくあることなんですけど、まあそんな風にね、まあちょっとやるっていうことだけで、そうやってどんどん次に次にっていうのはね、まあね、そこのね、単層球と側坐核っていう部分はね、行動することによって、まあ、活発になって、それでやる気を起こさせてくれるっていうことなんで、例えばね、まあ、部屋のねこうテーブルの上のコップを片付けるだけとか、そういったね、まあ、まず一つ何か行動をする、そうするとねやる気が出るそうです。それでね、なぜやる気が出ないのかっていうとね、まあ、やる気を出さなくてもいい状態にいるっていうことで、例えば自分の場合はね、いつもねやる気がなかった時は家にね、起きたら起きたまんまの格好でずっと家でねテレビ見てたりとか、ぼーっとしてるっていう、そんなね状況だったんですけど、そこをね、まあ、行動することによってやる気が出るってことで、まずはね、まあ、寝巻きから、まあ、服を着替えてみるとか、服を着替えたら一歩外に出てみるとか、まあね、そういったことをすることでやる気がどん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 出てくるっていうか、そこのね脳の側坐核と単層球ってところがね活発になって、それでやる気が出るっていうことですね。まあ家でね勉強をしてもね、なかなかやる気が出ないって言ったら、まあ着替えてどっか図書館とかそういったところに行ってみるとか、まあまずはね一歩動く行動をするっていうことで、やる気が出るっていうことです。なのでね、自分がねなぜこうやって今ねこうやる気が出てるのかなって思うと、やっぱねこうやって動画をね毎日撮るという行動をしてる、それだけだったんですけど、まあね、それによって、まあ、いろいろなことが、まあ、やる気が出て、まあ、仕事もね嫌で嫌でしょうがなかったものが、まあね、こうやってて楽しいんですよね。なぜか知らないけど、まあ、昔と変わらぬことをやってるのに、昔に比べて全然今がね、まあ、楽しいっていう、そんなね状況ですんで、やっぱね一つの行動でこうやる気とかっていうのはね起きるんだなっていう、その動画を見てね本当にね、まあ、
自分と当てはめると、まあ、それが合ってるなーなんて思いました。なのでね、やる気がないって言ってる方は一つこう何か一つ行動してみる、それでね、まあ、その脳のねやる気を起こさせる部分がね動いてくれれば自分もやる気になるんではないでしょうか。はい、ではね、今日はね、まあ、やる気の自分がねこうやってやる気を出してるのはねなぜかっていうのをちょっと動画で見てみまして、まあ、そのね話をしてみました。はい、ではね、今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。